はいはい、いらっしゃい。2018年4月の11日、12時8分です。よろしくお願いします。はいはい、いらっしゃい。天気いいな。やっほー。バクトリ遅え。ああ、ごめんごめん。爆投げ花火師募集中です。雨なんだ。キツネをデフォルトにしようかななんて思ってるかな。キツネの方がいいのかななんて思ったり。まあ気分で。はい。気分ですね。7号さんありがとう。貧乏なんで無理です。花火ありがとう。アイテムありがとうね。7号さんありがとう。サンキュー。みんな生活があるからね。部屋荒れてきてるよね。でも広角レンズ買ってね、部屋ワイドにしようと思ってて、俺気づいたんだよね。なんか卵味噌がいい広角レンズ3000円ぐらいの持ってて、これ100円のセリアで売ってるやつだから、これ画質落ちちゃうんだけど、こうやってやったらワイドに見えるの分かる？部屋が広くなるの。この辺かな。こうするとさ、向こうの方まで映るし、壁も映るから、ありだなぁとか思って、こうか。こうやってやったら全体映るのだから、広角レンズ買おうと思ってて、いいやつ。誰か知りたくないから。いや、なんだろうね。もともとニコ生出身だったから、小手半ないのに慣れてるからな。いや、別に気分だよ、気分。俺は広角結構好きなんだよね。なんかね、全体的に花火上がってないって言うよね。ありがとう。バカ、ありがとね。嫁を売ってでもアイテム買いますんで待っててください。そんな非人道的なことはやめてください。奥さん大事にしてあげて。卵味噌、あ、そうなんだ。なんかしてるんだ。いや、閲覧はそんなに変わんないかな。200人ぐらいは。ちょっとやっぱ色がつくぐらいで。喫煙枠は少し人が増えるね。売れないパンクバンドの PV みたいだった。これはね、あれなの。歪んでるから。でも簡単に言うと画角が広くなる。これはレンズが安いから丸くなるだけなのね。丸くしたいわけじゃないの。広げたいの。画角を。どうなんだろうね。コメントも書きやすいんだろうね、多分ね。結構コメント多いよね。何食べようかな。こんにちは。風船ありがとう。アイテムありがとう。コメントは、読んだらダメだと思ってる。俺は。コメント読み上げる配信者は伸びないと思ってて、逆に言ったらコメントをスルーできるやつの方が強いと思う。インドカレー行ったら放送できなくなるから、まだなんか配信ね、やってない面白い配信者いるまでつなごうと思って。そう、これね、難しいんだけど、コメントを見ることと流れを確認することは大事なんだけど、コメントを読み上げるだけの配信者とか意味ないと思ってて、だからコメントを読まなくても聞ける配信が理想かな。かつコメントが走る放送っていうか、読んでた時期もあるけどね。インドカレーたまに行くね。インドカレーたまに行きます。金杯さん、そうだね、うまいよね。読み上げるのはね、最初の配信者の初心者がやっちゃいやすいんだよね。慣れてないっていうか、本当はね、ラジオ一番の理想形は、配信者がコメント読まないで表現をして、リスナー同士がやり取りしてるのが一番いい放送。リスナー同士が共感したり戦ったりしたりするのが一番いいの。配信者はただ見せるだけ、喋るだけ。コメント読み上げる必要なんか全くない。電話すりゃいいんだよ、そんなの。だからね、それはね、ポイントなの。それはポイントで、あ、読んでるなっていう風に伝わるようにトークをする。例えば今、あなたのコメント読んでないでしょ。でもあなたは読んでくれたっていう風に錯覚するでしょ。全体に問いかける感じで話すっていうのが、わかる？コメント読み上げてないのわかるでしょ。コメント読み上げてないのに、あ、俺のコメント読んだっていう風に錯覚させることが重要なの。常に全体。そう、リプとかでやり合ってるのが俺は正しいと思ってるね。いや、過疎配信者がこれやると閲覧増えますね。はい。増えます。うん。増えます。逆に言ったら、コメントを読み上げツールみたいなことやってる配信者は伸びない。いや、難しくないの。意外だよ。俺だから、和道って名前じゃなくてサムネ変えて、ラジオ配信でやったことあるんだけど、すぐ人集まったもん。それで、あ、ダメだと思って、和道ってバレちゃったからやめたの。全くの捨て垢でふわっちやったことあんの。すぐバレた。だからね、トークスキルがあるとそうなっちゃうんだよ。人がすぐ集まっちゃう。いや、だから、そのコメントを読み上げる必要はないよってことね。コメントを読み上げる必要はなくて、その語りをすればいいの。そのコメントに対してアンサーをするのが仕事だっつってんの。ねえ、コメント、これいいでしょ。そう、YouTube の見てる人に向けてこれを設置してんのよ。うん。はい、わだつ。だからよく研究してみるといいよ。ダメな配信者ほど、ヘイ、わだつ、あ、ありがとう、風船ありがとうとか、あばらを折られました、大丈夫ですかとかやってんのよ。こんな配信面白くないじゃん。うん、何の話題も提供できてないし、表現をしないとダメだ。よく言ってんのは、俺の弟子に教えてんのは、リアクションが欲しかったらアクションしろって言ってんの。リアクションを求めるな。アクションを起こしたらリアクションは必ず来るの。リアクションね。リアクション。アクションを起こさないと配信者はリアクションはないよって。聞いてる方の気持ちにならないとダメなんだよね。うん、だから俺はロム線が多い。今の経営スタイルだったら半年ぐらいじゃないの。今の経営スタイルなら半年だと思うね。わかんない。内部の家賃いくらかかってるとかわかんないから。わかんないけど。弟子は今のところ一人だね。うん、俺は配信者見るときは勉強の目的以外では見てないかな。結構難しいんだよ。配信の喋り方って普通の会話とも違うし、プレゼンテーションとも違うし。テレビとも違うし、配信に向いてる喋り方をマスターするまでだいぶ時間かかるね。俺も今でも勉強中だから。録画はどうなんだろうね。人によるんじゃないの。録画ない人もいれば、録画残す人もいれば。人によると思うね。俺は全部 YouTube にアップロードしてるかな。過去の放送っていうのは。人によるよね。うん。それはスタイルは別に自分で選べばいいと思うよ。俺は記録残したいと思ってるから、全部の放送残してるけど。腹減ったな。何食おうかな。おすすめのお菓子。お菓子。マロングラッセとか大好きだな。お菓子って何？コンビニで売ってるお菓子とかってこと？俺は柿の種ばっか、あ、そうだ。柿の種買ってきたのどこやったんだろう。柿の種があるじゃん。思い出したわ。ドンキホーテで買ってきたんだ。どこ行った柿の種。柿の種どこだ？あれ、柿の種がない。柿ピーどこだ。え、柿ピーどこやった？のんちゃん。あれ、のんちゃんいない。あった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 。柿ピーあった。あったあった。柿ピーとかなんか、こんなん子供の頃何がうまいんだよと思ってたんだよ、正直。でもね、年寄りが食ってるものはうまいよね。うまい。いや、亀田高いんだもん。あ、まずいな、やっぱ。亀田が一番うまいね。うん。これ1000円だけど、まずい。いや、本当のこと言うなら、人間の過去なんか消せないんだよ。ネットの人は、なんか、ログを消そうとする神の視点だと思ってて。どんな人間にも黒歴史あるんだよ。おはよう。味があんまりうまくないな。やっぱ、カメラが一番うまいや。カメラの柿の種でこれくらいの量ないのかな。缶であるの。採用されてないね。うん。誰が考えたんだろう。ピーナッツとおせんべい。ありがとう。花火ありがとう。匿名さんありがとう。あざーす。ありがとう。うまいよね。これドンキホーテで売ってて、これで1000円だったら安いなと思って、柿の種めちゃめちゃ食うから。だけどまずいな、この柿の種。そう、のんちゃんはデコ出した方がいいって言うんだけどね。髪を下ろすと幼くなるから嫌なんだよ。もう髪の毛切りたい。コーヒーかな。パフェとバーガーありがとう。ありがとう。チョコかかってんのも出るよね、最近。風船ありがとう。いや、なんか、ハゲを隠してるみたいで嫌で。俺すげえデコ広いから。ハゲ隠しみたいで嫌なんだよね。あ、うまいだろうね。ココイチのかき、あれ辛すぎる。ありがとう、バーガーありがとう。そうなんだよね。坊主でもスキンヘッドのみんな怖くなるんだよ。風船ありがとう。納品いってらっしゃい。うん。また来て。頑張って。うん。まあうまいよな。風船ありがとう。うん。こだわりはないよな。努力の人？努力なんか誰でもしてるし当たり前だよ。コメント無視っつうか、つまんねえコメントは拾わないかな。くだらねえコメントは。まあね、食いたいだけ食う。こだわり強いね。うん。こだわってなんぼでしょ。味付け、なんか安い米で、醤油とかも安い醤油。なんか雑、こだわりを感じない。うまい醤油でうまい米でやったらもっとうまいと思うけど、お金なんかなくても生きていけるよ。うまい。うまい。駄菓子ね、ジュースが好きだった。ペットボトルの。ペットボトルじゃない、ビニールの。あれ、普通に今でも飲みたい。500ミリとかで。炭酸が入ってないコーラみたいな。鎌首効いてないじゃん。うん。わあ、おじいちゃんね。日本人米がね、好きだからね。配信サイト YouTube ライブがいいんじゃないの？ Twitch か。うん、俺も YouTube ライブがいいと思う。駄菓子とかよりもケーキとかの方が好きだったな。いや、腹減ってるから。うん。赤に染めてないだけなんだよね。キャスは嫌いなの俺。いや、飯何食おうかな。わお、花火ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。あざーす。ありがとうございます。YouTuber？ 今からだと遅いな。いや、金になんないからじゃなくて、運営の態度が嫌い。なんかリスナーをバカにしてるサイトとかと付き合いたくない。ふわっちの運営さんはリスナーとか配信者にすり寄ってる気がするね。柿の種はよく食べるかな。わずつ。お腹減っちゃった。うまい。8号さん投げないから関係ないでしょ。8号さんはアイテム投げないタイプだと思うよ。投げない人は5割とか関係ないから。うん。よく茶飲んでる今。俺に投げないんだったら俺のこと見なくていいよ。お互いいい関係にならないから。投げないって決めてるんだったら他行ってよ。うん。そうだね、釈迦、羽生えてきたね。嬉しい。柿の種。俺今太ろうと思ってんね。いや、こじきっつうか、俺に投げない、誰かに投げてて俺に投げないってことは俺のこと嫌いなんでしょ。いや、アイテム投げないから消えろってわけじゃなくて、他の人に投げてんのに俺に投げないってことはさ、お互い不毛な関係じゃん。いいやつあるよ。もう別にかそってないけど、なんか嫌な思いしてもらいたくない。うん。ここにいて楽しんでる人の邪魔だから。いや、知らない。江田さん逮捕されたの。町岡？わかんない。ドン・キホーテで買った。うん。ドン・キホーテ。太ったかんね、俺。多分15キロぐらい太った。昼何食おうかな。いいな。じゃあ捨て頃のために増量してんの。直樹兄さんが体重重たいから直樹兄さんに体重合わせてんの。ありがとう、頑張るよ。うんまっ、筋トレはいらない。格闘技用の筋トレがあるらしいね。体重重いね。走って絞んないと。今増量期にしないともう間に合わない。もうそろそろ絞り始めるけど。後ろのカップ麺は、なんか、セブンイレブンとかファミマでカップ麺買わないんだよ。なんかくじがあるじゃん。くじ引いたら2つ当たったんだよね。なんか700円以上でくじ1回引けますみたいな。俺これやたら当たるんだよ。そう、男梅シートとか、赤いキツネが当たった。ささみはね、タンパク質が多いやん。ボディービルダーとかもささみよく食うね。うん、でもね、鶏肉が一番いいんだよ。鶏肉と豚がいいよ。牛肉はね、吸収しづらい。日本人がもともと牛肉食ってないから分解酵素を持ってない。鶏肉が一番いいんだよ。あと豚肉。牛肉も別に食っていいんだけど、食べ慣れてないから DNA に入ってないんだよ、酵素が。うん、悪くはないけど効率がいいのは鶏と豚だと思うよ。うん。知識はね、知識オタクだからね。だからビーガンって言って肉とか食べない人いるじゃん。ビーガンは早く死ぬよ。健康に何にも良くない。俺はビーガンとか全然健康だと思ってない。あれは宗教だと思ってる。いや、全然食えるよ。うん。そっかそっか。もう半分食べちゃった。半分もいってないか。マーキー？何マーキーって。あ、ペットボトルガーッとね。いや、うまいもの、要は本当に農家が作ったものとかちゃんとしたものを運動して食ってれば絶対に健康になると思って、適度な量、運動で、過度な運動ダメよ。アスリートとかあれ寿命縮まるから、ウォーキング30分とか適度な運動。大学行ってないよ。食い過ぎとか飲み過ぎ、食べ過ぎ、運動しすぎも全部ダメだと思ってる。息は上がらない方がいいと思う。心拍数上げるのがダメだと思ってる俺は。だから心臓の鼓動の回数には限界ある。ワンツー。鮫島さん切れてた？こんにちは。明治青山立教中央構成。いや、体に悪いでしょ。おやつっていうか俺ご飯。こんだけ食った。サービスになくなっちゃった。ジャムって何？ジャムってなんだろう。腹減ってんだよね。月いくらから花火師なんだろう。10万ぐらいじゃん。さすがに2万は美課金じゃないの。月10万で花火しない。2万は微妙じゃない？普通の課金税ぐらいか。2万は重課金者じゃないよ。2万は普通の課金者だ。美課金はまあ1000円とか。ツイキャスは絶対やんない。 YouTuber ふわっちなくなったらやる。ニコ生やんない。ダメだ、柿ピーずっと食えるわこれ。永遠と食べ続けられるわ。3万円分買っちゃったことあんだ。 YouTube 匿名ダメだね。うん、まあステアカ作ればいいんだよ Google で。規則変わった？そうなの？何が変わったの規則って。あ、広告料もらえるかもらえないか。俺だってクリアしてるもん。4000時間分の動画とチャンネル登録数 1000人あるから、俺はクリアしてるよ。嘘、花火当たった、おめでとう。ああ、食った。私と寝てください。なんで俺があなたと寝るの？俺からすると、ふわっち嫌よどうすんのって今184で表示されてないじゃん。俺しか読めてないよ。今できてるぞ。ここに表示されてないってことはみんなに見えてなくて俺だけに見えてる。今できてるよ。俺は嫌よとは違うんだけど、ステルスって言って俺にしか伝えたくない時、読み上げないでほしいコメントとかを送る時ね。なんで寝るのかなリスナーさんと。寝るっていうのはセックスしないってこと？やだよ。誰だか分かんない人と寝る趣味ないから LINE かけてきて。今 LINE ここに LINE 書いてあるから、名前言わなくていいから LINE かけてきて。どんな人なのかそう電話しよう。花火師さんいなくなっちゃったね。ミュウツーほんと空気読めねえよな。たまにいるよね。NG 失敗する人たまにいる。ミュウツー絶望的に頭悪いかんな。会話ができねえかんなあいつ。絶望的に頭悪いよね。あんなのいつか殺されるよ今度あんなことばっかりやってたら。ワトさん好きありがとう。あれ頭絶望的に悪いよね。なんであの判断でなんで勝ったと思えるのか分かんないよね。面白くないなら見なきゃいいっすよ。76号さん面白いと思ってくれる人だけ集まればいいよ。そんなつまんないもの見ない方がいいよ。いやもうね、首ね、バイク事故起こしてからおかしいんだよね。ワドツーはコツどっちが正しい挨拶。和道のところで以外でワドツって言ったら和道リスナーかよって言われるよ。和コツがみんなが使ってるやつで、和道にだけワドツっていうの。いや知らない。面白くないな、見なきゃいいじゃんね。アホだよね。面白くないものを見るぐらい頭悪いやつと付き合いたくないよね。別にあなたが俺のこと面白くないと思うのは勝手だけど、面白くないものに時間割いてるお前の生き方どうなんだっていう。グローブ俺だね。ベヌムって、ベヌムの16オンスですね。作りいいよ。俺のグローブはベヌム。ベヌムにもいっぱいあるんだけど、俺のは本革のやつだね。おいお疲れ27号さん、早いね仕事終わんの。よりなはよりめのリスナーって意味じゃない。ああ朝早いんだ、そっかそっか。なんかセクシー男性やってる枠あるな。セクシー男性やってる枠あるね。俺もセクシー男性やろうかな。ありがとう。でも俺に恋するとやけどするからやめといた方がいいと思うよ。セクシー男性やる？俺も俺寝たい時に寝てる。リスナー集まるかな、初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。釣れた？まあでもガタイかなり良くなってると思うよ。全体的にボリュームアップしてるね。ありがとう。風船ありがとう。腹すごい出たけど、ガタイかなり良くなったよ。俺気痩せすんだよね。俺も 10じゃない。俺は5だ。俺は5キロだね。俺は5キロロードワーク。女友達が和道さん一番好きって言ってた。ああ意外とね、女性すごい人気あるんだよね。だから捨て頃とかリアルに来たらびっくりすると思うよ。男リスナーばっかりだと思ってるじゃん。実際ワンの時女の人30人ぐらい並んでたからね。リアルで見たらびっくりするよ。捨て頃終わった後会場でリング降りて物販とかやってたら女の人30人ぐらい並んでたよ。うん、なんでだろうね。女の人ばっかりだったね。うん、そうだね、肩周りがっつりしたよね。腕とかも何気にちょっと太く、筋トレとかしてないんだけどね、結構太くなったよね、うん、この下が張ってきたっていうか。風船ありがとう。結構腕太くなったよね、肩周りとかね。なんかニートっぽくなくなったよね、うん、肩周り。やっぱボクシングやると肩強くなるんだね。太くなったね、だいぶね、うん、顔ね、めちゃめちゃ小さいんだよね。すげえ小顔な、たくましくなったよね。うん、人間らしくないのは多分サイコパスだからねでも俺結構感情的な方だと思うけど。てか髪の毛切りてえな、もううぜえなこれ。髪の毛切りてえ。今日美容室空いてっかな。自分かっこいいとは思ってないけどモテるよ、女の人から。すげえモテるよ。かっこいいとは思ってない。自分の顔が好きだとは思ってない。モテるのはモテるね。寄り目？髪切りてー。いやカラーは自分でやってるね。そうだね、花火投げる人いなくてもやるしかないかんね。ここがうざいんだよな、ここが。まあまあ出会いは多いよね。モテるとかモテないとかじゃなくて、人と出会う確率が高いだけだと思ってるね。めんどくさいから染めてないだけだね。うん。うん。でも、もうさすがに切りたいよ。もうさすがに切りたい。シャランキューの人って誰だろう。誠？うん。自分で切ろうかな。サイコパスに恋しても辛いだけ。いやそうじゃなくて、なんか会ったことない人とね恋しちゃもう意味ないじゃん。画面上の人に恋しても叶わなくない、その恋。それが楽しい、疑似恋愛が楽しいって言うんだったらいいけど、割り切って楽しんでんだったらいいけど。俺自分でずっと切ってたよ。もう普通に切るのうまいよ。童顔かな、そうかな。丸眼鏡ね、今作ってる。もう多分今日できるかな。丸眼鏡取り行ってもいいんだけどね。レンズがずれてたから、レンズを交換してもらってるね、今。丸眼鏡できてたら取り行こうかな。聞いてみるか。いや結構いるよ、配信者に恋愛感情ある人って結構いるよ。結構いる。電話してみっか。ワドに全然しいよ。外配信いる？配信いるの？配信しないとダメなの？あれ？あれ？あれどこだ？電話何番だろう。お電話ありがとうございます。アルク新宿東口本店担当三沢と申します。あ、すいません。メガネをレンズ交換頼んでたんですけど、いつ頃できるかなと思って、お電話したんですけれども。あ、かしこまりました。はい。お手元に今引き返しはございますか？あ、持ってます。あ、すいません。でしたらお名前フルネームと箱番号。はい、仕上がり日時を教えていただいてもよろしいでしょうか？島津高光で箱番号0064って書いてあります。島津様ですね。はい、島津高光ですね。で、13日の3時頃って書いてあったんですけど、もう早くでき。13時頃で。あ、15時って書いてあります。はい、15時で。あ、失礼いたしました。はい、でしたらちょっとお調べいたしますので、はい、少々お待ちいただいてもよろしいですか？はい。はい、すみません。ちょっと一旦保留にさせていただきます。はい、いたします。うん、赤いきつね。様、大変お待たせいたしました。はい。はい、仕上がっておりましたので。あ、じゃあ、今日取りに行きます。あ、今日で、かしこまりました。では、お待ちしております。はい、夜8時まで営業をしておりますので。ありがとうございます。いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、失礼します。失礼いたします。うん、スカイプ。取り行くか。で髪の毛切るか、うん、そうしよう。メガネできてるって、丸メガネ、うん、じゃあどうしようかな。髪の毛切るからシャワー浴びて外配信するか。じゃあ外配信するか。で一回シャワー浴びて髪の毛洗ってひげ剃ってで、髪の毛切れる状態にして、で、その後みんなで一緒になんか、こう、プラプラすっか。髪の毛どこで切ろう？ 1000 円カットでいいんじゃないの？ダメ？そうしようか。スカイプはね、あれだよ。課金してあるよ。クレジット入れてある。だから電話ができるの。IP 電話ってやつだね。じゃあ一旦終了します。皆さん、お疲れ様です。